ある時はお姫様の恋文を書き、またある時は歌姫の依頼で新作オペラの歌詞を書いた。さらには有名な劇作家の舞台脚本の代筆もこなしたという。そのドールの名は、お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス、バイオレットエヴァーガーデンです。バイオレットは今も少佐への思いを抱えている。このままだとその思いに押しつぶされてしまわないか心配よ。戦争が終わってもう何年経った。分かっているだろう、あいつはもう忘れることはできません。多くの手紙を書いてまいりましたので、言葉にも態度にも気持ちにも表と裏があって、目に見えるものが全てではないのだと少しずつ分かってまいりました。でも本当の気持ちは伝えなければ分からない場合も多いです。あんたは彼女の保護者じゃない。彼女を縛りつける権利はない。貴様が、貴様が言うな。今の私は少佐の気持ちが理解できるのです。私は